ンビョルンは無事のようね。礼を言うわ。でも一体何が？シセロは死んだの？素晴らしいわ。またしても生まれながらの暗殺者であることを証明したわね。どうかしら、もう少しシャドウメアを使ってみる気はない？いい馬よ。もっと走らせてやるべきなのに、なかなか乗ってやれないから。厄介なシセロの問題に始末がついた今、目下の問題に戻ることができるわね。皇帝を襲う前に、もう一人別の標的がいるわ。美食家について聞いたことはあるかしら？彼のレシピ本を読んだことは？ものすごい人気よ。この美食家は皇帝の晩餐で腕を振るうことになっているわ。彼を殺して通行証を盗み、料理長のふりをするのよ。フェスタスが暗殺計画のこの部分の指揮を取っているわ。この美食家の正体を暴こうとしているところよ。彼のところへ行って。気をつけて。兄弟よ。来てくれたか。なあ、俺はキャラバンの任務のことや。とにかく探しに死にに行くような任務だった。アストリッドが来てた。でもあなたはそこにいたか。シセロの相手に恐ろしく時間がかかったようだな。さあ仕事の話に入るか。アストリッドから美食家の話は聞いているような。その通りだ。だがまずはあの男のことを調べるのだ。もちろん美食家が男であると仮定しての話だがな、女であってもおかしくないのだ。短気を起こすな。私のその調査で分かったことがある。ここに美食家の料理本がある。だがこれはただの本ではない。サイン付きだ。見ろ。美食家からアントン・ビレインへのメッセージが書かれているようだ。ビレインがマルカルスの要塞にいるのを突き止めた。この男はコックらしい。そのはずだ。だからお前は情報をビレインから引き出し、美食家の正体とその居所をつかむのだ。ああ、そしてビレインの用が済んだら始末しろ。すべての型をつけるのだ。その後でお前、話を聞いているのか？ふん。話の途中だったな。美食家を始末するんだ。だがそれだけではない。奴の通行証を手に入れるんだ。なりすますためにな。まあ、それからできることなら死体を隠せ。身元が分かるまで時間が稼げた方がいい。さあ行ってこい。無類の味わいだ。数年前に出版され、帝国中であっという間に評判になった。そのレシピは実用的かつ大敗的だともてはやされた。実を言うと、私も美食家の料理を作ってみた。ローストした羊肉のレッドガードベリーソース和えは至高の味わいだった。だがチョコレートパテでは腹を壊した。いいか、
です。
この辺りで狩りや漁をしているのを